ソニックウィングスは1992年にビデオシステムが制作した縦スクロール方式のシューティングゲームである。シリーズ化もされ、家庭用ゲーム機への移植版も出ている。海外でのタイトル名はエアルファイターズとなっている。欧米ではソニックがセガの登録商標であり、商標問題が発生するため変更せざるを得なかったと言われている。シリーズ全体の特徴として、 各面の長さが通常のシューティングゲームより短く展開がスピーディーでメリハリが効いている点が挙げられる。また登場キャラクターを前面に押し出しており、ステージを進めるごとにキャラクターの会話シーンが入る流れはその後のシューティングゲームにも影響を与えた。一方でショットがパワーアップすることもあるが一定の球数を打つと元の状態に戻るペナルティもある。 発売当時は格闘ゲームブーム真っ盛りで、シューティングゲームを得意としていた、東アプランやアップルなどが、同時期に相次いで倒産していったが、本作品は上記の特徴が受け入れられてヒットした。また、本作の開発スタッフは後に独立し、彩りアート京都というゲーム会社を立ち上げた。4gamer.net のサナイズキハンバーグ、食べ男はこのことを踏まえ、 本シリーズと彩り系のシューティング作品群の関係を異母兄弟に例えている。1992年に稼働された縦画面シューティング。プレイヤーが操作できる機体は参加した4カ国から選び、プレイヤー1.2でそれぞれ異なり、全8種類。サブエポンやボンバーの種類が多彩で、敵のボスキャラクターも非常に個性的となっている。また、シナリオの内容も、 コミカルである。ステージは斜面で構成されており、それを2周すればオールクリアとなる。各キャラクターによってエンディングが異なる。なお、前半のステージでコンティニューした場合はその場から再開できるが、後半のステージではそのステージの冒頭から再開する仕組みとなっている。家庭版では1993年7月30日にスーパーファミコン版が発売された。 もちろんアーケード版とは違って、横画面だが、ビデオシステム自らが移植を担当し、スーパーファミコンにしては移植度がかなり高い方だった。ただし、BGM はアーケード版からすべて SFC 版オリジナルの楽曲に差し替えられており、SFC 版は F1 グランプリなどを手掛けた板村直樹が担当した。隠しキャラクターにラビオレプスの時期が追加され、隠しモードとして、 タイムアタックモードが存在する。また、ハムスターから、俺たちゲ芸占属シリーズの一つとして、2005年7月21日に、プレイステーション2版が発売されている。アーケード版を移植したもので、得点が豊富で、かつ安価だが、問題があり、再現度は低い。1994年7月に発売された続編。この作品と後述する続編の3は。 SNK のアーケード筐体、マルチビデオシステム用に制作されている。そのため、MVS のモニター制限により縦画面から横画面へと変更された。展開のテンポは前作と変わらず健在で、操作についても前作と変わっていないが、ショットのフルパワーアップ状態が3段階になり、元の状態に戻る条件も、時間制限から弾発制限となった。また、 操作できる機体は、プレイヤー1点にもに、全8機が扱えるようになった。ただし、同じ機体を同時に選択することはできない。参加する国の数も、4カ国から5カ国へと増えた。新たに、ボーナスステージを、ステージ3と7に設置。その影響もあり、ステージは全部で10面である。最終ボスは、全3種類おり、そのうちランダムで1体だけ出現するようになっている。 本作から、リミテッドまでの BGM は、細井里氏と,とピローが担当し、シリーズの特色となった。本作は当初通常の縦画面シューティングとして制作されており、ロケテストも行われていた。しかし、完成寸前にハードが MVS へと変更され、現場は大混乱となり、開発チームの誰も横画面の縦。 スクロールシューティングなんか作りたくなかったが、なんとか面白いゲームにしようと頑張ったと、当時の開発者が後年発行の導入市場で語っている。家庭版では、1994年8月26日にネオジオ版とネオジオ CD 版が同時発売された。後者の BGM はアレンジ版が使われており、サイトロンレーベルで両バージョンの音源を収録したサントラが、 発売されている。2017年8月3日に、アケアカネオジオの1タイトルとしてプレイステーション o n 4、ニンテンドース o s w i Xbox One でダウンロード配信された。1995年10月に発売された2の続編。前作と同様に MVS 用のゲームである。基本システムと操作系は変わっていないが、追加システムとして新たに、ルート分岐システムが採用されている。 ルート選択はボスを破壊した時に出現する敵機の右翼か左翼を破壊すると決定する。全8ステージで最終ボスも分岐ルートで決まる。プレイヤーが操作できる機体の数も8機から10機へと増えたが、機体がジェット機からレトロなレシプロ機へと変更された。これらの10機に加え、セレクト画面である隠しコマンドを入力すると隠し機体が2体出現する。 エンディングは主要キャラクターのほか、コースによっても違ってくることもある。機体やルートの選択次第ではあるが、強い機体優しいルートを選んだ時の難易度は、全2作品と違って低め。基本操作の説明が、機体選択後に出てくる。全2週で、オールクリアとなる。このシリーズの特徴であるスピーディーな展開は、健在である。家庭版では、 1995年11月17日に、ネオジオ版とネオジオ CD 版が同時発売された。後に2018年3月15日に、明赤ネオジオの1タイトルとして PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox One でダウンロード配信された。明赤ネオジオ版では、ドイツチームの2人プレイ時のエンディングのテキストが変更されている。BGM は、 当時新しいジャンルであったジャングルで統一されている。作曲を担当した細井は、レッドブルとのインタビューの中でピロから提案されたと話している。細井は、同作の楽曲制作で用いた FM 音源について追い込まないとデフォルトの音になってしまうような、と入っており、制作にあたってはデフォルトの音源を捨てるところから始め、 何時間にもわたって試行錯誤を繰り返したと、ゲーセンミカドの店長、池田美野ロックとの対談の中で振り返っている。1996年7月5日に、セガサターン用ソフト、同年8月30日に、プレイステーション用ソフトとして、ビデオシステムが開発、メディアクエストから発売された。シリーズ総集編作品で、初代の設定を下敷きに初代と、2と、 3を融合させつつ、新ステージを盛り込んだ作品となっている。システムは今週間向けにアレンジされており、特定のステージをクリアすると、ステージが選択できたり別機体が使用できるようになっている。ボーナスステージは廃止されたが、アイテムが大量に出てくる面が存在する。画面サイズの変更ができて、初代アーケード版のように縦画面にすることも可能。あとに、 ハムスターからメジャーウェーブシリーズ内のアーケードヒッツ第4弾として2002年8月29日にプレイステーション版が復刻されている。またハムスター制作の i モード携帯向けのコンテンツゲーム発掘島にボスラッシュモードのみが移植されている。2007年8月30日からはゲームアーカイブスで配信されている。 2012年3月7日にアンドロイドアプリとして配信開始。PS 版がベースだが、一人プレイ専用で、ボスラッシュモードはない。1996年に稼働。アーケード版最後の作品で、ソニックウィングススペシャルの逆移植作。ただし次のような相違点がある。難易度は、前作より少し甘めになっている。BGM は一部を除いて、スペシャルと同じ。 細かい設定や演出が盛り込まれており、ビルを爆破すると、その中から、人々が手を振って、助けを求めているという演出が入る。また、その人の数もランダムに変わっていく。海外名のタイトルは、エアルファイターズスペシャルとなっている。1998年3月19日に、任天堂64用として発売された、シリーズ唯一の家庭用のみの作品。また、 シリーズ唯一の 3D 作品ともなっている。そしてシリーズ全体の最後の作品でもある。開発はパラダイムエンターテイメントが手掛けた。任天堂 t e n 64ということでグラフィックは非常によく操作性も良い。また難易度はシューティングゲームとしては高い方である。隠しモードで全てのステージが自由に選択できるようになる。 最初に操縦できる機体は4体だが、各式機体が2体存在、各キャラクターのカバーボイスが収録されている。また、デスマッチ以外のモードでは、各機体ごとに2種類のカラーリングが用意されている。その他、各、ステージごとに、作戦内容が記されていたり、ボスやザコキャラクターの名前まで出てくるなど、演出が凝っている。19XX 年。 世界各国の主要都市が何者かに占領される。敵勢力の高い軍事力により、国連側の防衛線は突破されてしまう。そんな中、世界各国にいる8人のパイロットは、様々な理由から、戦闘機に乗り込みり、敵勢力と対決する。第1作から2年後、かつて滅んだ謎の組織が用いた、超兵器を用いた軍隊が、世界各地を次々に占拠する。 国際秘密救助隊のリバー・エヌホワイト隊長は国連から依頼を受け組織の撃滅作戦を展開する。第2作から3ヶ月後、アメリカ西部の都市の夜空に謎の光が出現する。直後、数機の大型戦闘機が突如現れ都市を攻撃。同様の事件は世界各地で発生し、国際秘密救助の基地も同様の被害を受ける。 戦闘機は飛び立つ間もなく炎上し、わずかに残った使用可能な最新兵器も敵の策略により使い物にならなくなる。敵勢力が試作機を含めた古いレシプロ機を使用していたことから、リバー卿は地下格納庫に保管されている古い兵器を含め使える限りの兵器を使うよう命じる。近未来、世界征服を目論むファタモルガナに対し、超国家的組織、プロジェクトブルーは 秘密裏に戦いを進めていた。だが、ある日、ファタモルガナは、世界各国の軍隊の中枢を掌握し、一斉にクーデターを引き起こす。世界征服を目論む、謎の巨大軍事組織、ファタモルガナは、国連軍平和維持部隊、プロジェクトブルー相手に苦戦していた。豪を煮やした彼らは、南極で爆弾を爆発させて、氷の大半を溶かし、 ニューヨークや東京をはじめとする世界の主要都市を水没させ、それに乗じる形で大兵力による侵略を開始する。直ちにプロジェクトブルーは追撃態勢に移るも地上部隊は移動すら困難な状況に陥っており、海上部隊も避難民の救出を優先せねばならなかった。残ったプロジェクトブルーの航空部隊はそれぞれの目的からファタモルガナを追撃する。 キャラクター名の隣に書かれた、カッコ内は、所属国名。所属国は、出身国や、国籍のある国ではなく、使用している機体の国の様子である。カッコ内は操縦者。機体によっては異なる操縦者が割り当てられることもある。一部過去の作品に登場した機体の名前が、相性付きで出てくるが、全く違う機体なのか後付けされたのかは不明である。全8ステージ。 前半面の4ステージは選択した機体の国籍と同じステージを除いた3ステージがランダムで選ばれすべてクリアすると後半面に進む。前10ステージ。最初は日本から始まり、前半面としてアメリカ、ブラジル、フランスからランダムで選択され後半面に進む。前17ステージ。ステージ1、4、7でボスを倒すと中型機が出現し、 破壊した場所によって、ステージが分岐するようになっている。ステージ3と6は、ボーナスステージとなっている。ステージ8の分岐は、ステージ7クリア時に発生し、左翼を破壊で 8A、右翼を破壊で8バイトに進む。アーケード版、ソニックウィングスは、アーケードゲーム業界紙、ゲームマシン425号の、ゲームマシン、S ベストヒットゲームズ25の、 テーブル型 TV ゲーム機部門で2位にランクインした。一方、さなえずきハンバーグ食べ男は 4gamer.net に寄せた記事の中で、日本ではスーパーファミコン版が多く出回ったものの、アーケード版は見たことがないと述べている。逆に北米ではアーケード版が多く出回り、SNS 版はプレミア価格で取引されているとさなえずきハンバーグ食べ男は述べている。 また、サナイ好きハンバーグ食べ男は、SFC 版、ソニックウィングスについて、個性的なキャラクターに加え、ラスボスの爆弾が低確率で猿に変化する、猛烈猿爆弾といった珍妙な要素が印象に残ったと述べている。ゲームプロは、SFC 版、ソニックウィングスについて、想像力に富んだ武器を評価した一方、グラフィックがありきたりだと指摘した。加えて、同氏は、 サウンドエフェクトが貧弱で音楽も単調だとし、エアルファイターズのアクションはあなたに何も残さない。一時的なスリルは結局ハンガーに戻ると述べた。ネオジオ版ソニックウィングスにはファミツークロスレビューにて40万点中28点が付けられた。ゲームプロのキャプテンスクエアは一般的に肯定的に評価した。原則のいくつかの問題。 プレイヤーのためのジェット機の音の欠如、オリジナリティに欠けることを挙げたが巨大なボス、そして操作性の良さによって、全体的に楽しいシューティングだとした。ネクストジェネレーションは2、5の星を与え、あらゆるスキルを持つプレイヤーは1時間以内に、通常レベルで、勝利できるでしょう。より高いレベルではより多い課題がある。だが新しいものではないと述べた。 ネオジオフリークが1997年に同志で行ったネオジオゲームツインレビューでは7、5の12点。レビュアーのうち1人は様々な国のパイロットを自由に選択できる点や難易度は比較的低く、シューティングが苦手な人でも楽しめるとした。別のレビュアーは個性あふれるキャラクターが魅力だとしつつも、シリーズの中ではサンやリミテッドが結構遊べるのに対して本作は、 バランス面でやや難があり残念だとした。ゲームプロのメジャーマイクはネオジオアイス版ソニックウィングス3について激しいアクションとサウンドを評価した一方、ゲームプレイが新鮮さに欠けるとして2ほど楽しめたものではないと述べている。また、マイクはステージがにより短くなっていることや2人、プレイモードで複数の国のパイロットを組み合わせることができなくなった点を指摘した。 4gamer.net の風のようなは、ソニックウィングスさんの音楽について、スコーチャーズのインパクトは現在でも色あせないと評価している。ゲーセンミカドの店長、池田美ノロックは、同作の作曲者である細井との対談の中で、当時最先端だったジャングルが、ゲーム音楽として用いられていることに衝撃を受けたと、述べ、ソニックウィングスでは、各面で色々な国を巡っていくんですが、 コテコテの日本やアメリカ風ではない曲をチョイスする感じがすごくいいなと思いました。と話している。また、池田は動作の効果音が特に気に入っていると述べている。ライターの芹澤正義は、インプレスのムック、このレトロゲームを遊べ、の中で動作を取り上げ、ショットとボムを駆使するオーソドックスなシステムだとしつつも、ステージ進行のテンポの良さ、さらには緩やかに上昇する。 難易度などを評価した。また、セリザワはキャラクターごとに異なる装備や、ステージ分岐によって何度でも遊びたくなると述べている。PS 版、ソニックウィングススペシャルは、ファミ通クロスレビューでは8、5、6、6の25点が付けられた。レビュアーは、弾幕はその場で動かなければ避けれる簡単さは、ユニーク、タイムアタックが楽しいとした一方、 グラフィックやサウンドに所々チープさを感じる、操作性が微妙、縦に長い画面にすると、スクロールがガクガクしてしまい、平行、敵団を、もう少し大きくして欲しかった、ボムが有能すぎるとした。また、ベストピックス・オブ・ディス・ウィークでは、レビュアー4人中1人が本作を選んだ。ありがとうございます。